どうも皆さんこんにちは、ヘッジデイです。今日はタイトルを見てわかる通りリアスの方を上げていきたいと思います。まあ病院でやろうかといろいろ思ったんですけど、値段が6000円7000円ぐらいするっていう友達の情報だったので、今日はピアスターの方で一人今日友達来てもらってるんで友達に開けてもらいたいと思います。今回使っていくピアスターはこちらのものです。はい、こちらのピアスターで開けていきたいと思います。16ゲージの銀色のボール、まあ一般的なピアスに使われているゲージのものを使っていきます。まあ2つ目3つ目は多分14ゲージとか使っていこうと思うんですけど、今回最初のファーストピアスはこちらを使っていきたいと思います。あとはアイライナーを使って印をつけていきたいと思います。で今ちょっとまだやってないんですけど、氷で耳を冷やしてからの方が感覚が麻痺して痛みが少ないらしいので、それでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。分かんないですね。開いた。あ、はい、こちらのピアサーなんですけど、注意事項っていうか何個か重要なのがあって、まずピアサーと耳たぶを垂直にして押すっていうのと、ピアサーを最後までしっかりはめ切ると。で、はめた後下に下ろすので、下ろした後に最後にちょっとだけ奥に押し込むらしいんですよね。それは手で、そうしないとなんか完全に入らないらしくて、ピアスが。で、あとはアキロンなので消毒をするっていうのと、風呂に入る前にジェルなどをつけるのがいいらしいですけど、俺ちょっとめんどくさいんで多分それはやらないと思いますけど。え、やばいやばいやばい、本当にやばいこれ。凍って、もう完全に凍ってるじゃん。完全に凍ってるでしょ。挟みすぎだって。挟みすぎだって、アホやん。もうほぼ感覚が麻痺したので、ポイントして開けていきたいと思います。あー、耳が痛い。引っ張りすぎた、この辺でいいんじゃない？全然動画で伝わんねえの、これ。見づらいかもしれない。たくさん印ついちゃってわかんないんですけど、この真ん中のところを開けていきたいと思います。こういうので開けていきます。耳たぶを脱脂綿かなんかに消毒液湿らせてでもいいんですけど、軽く耳たぶを消毒してからやってください。大丈夫ですね、多分大丈夫ですね。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ今から開けていきたいと思います。はい、まずこのポイントが、耳たぶとかのピアスターが垂直になっていること、こう斜めになっていたりとかするとダメなので、しっかり垂直になってからガシャンって押して、押した後も最後まで押し切ること。そうでないとそのこのキャッチャーの部分にこれが当たんないんで、そこを大切にしてやってもらいたいと思います。痛かったら素直に痛いって言うから。痛いって言ったらやめるの？いや、多分やめちゃう、やめちゃう。最後までしっかりやる。最後までしっかりやる。強行突破で。うん、そう。きます。え？きます。緊張する。その格好、その持ち方で大丈夫？俺も緊張するからやめてよ。俺も緊張するからいいよ。で、これで垂直になって、そのマーキングしたポイントにちょうどそのピアスが来ることを確認したら、あとは押し込むだけです。いいよ、じゃあ俺のタイミングでいくよ。いくよ。3、2、1。押し込むの。いくよ。OK。で、そのまま下に抜く。で、これ、入った後は、ボールを押し込む、最後まで。で、これで、しっかり、入ったので、で、裏にもキャッチャーが入っています。